ちょっとこっちだけミーティングで徐々に回し始める感じで。あ、はい、すいません、お願いします。基本2人で踊るときも前の重心を決めたいですけど、透明で病状でいいじゃん。病状でいいじゃん。最後なんですけど、こう終わってなんか最後具体的な案がなくて、なんか去っていくか、そのまま捨ていくか。最後、そうですね、3つぐらい考えて、はい、1つ目はもう新聞にも定位置で止まってもらって、はい、安定映像でするか、はい、2つ目がもうカメラを下に向けていくか、はい、奥に行くか、で3つ目はもうエフェクトを使う、うん、そこの扉が開いてるので光のエフェクトをちょっと使おうかな、はい、それで使うかな。俺たちが名前よくないです。俺たちがやるのはいいんだけど、最初聞いてて、最初誰もそうですね、いない状態です。で、こう、お願いしよう。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、そんな決まりってことで、これがカメラに最初上に向けて、あー、それ好きかもしれない。僕もそれ好きかもしれない。抜けといてこういたらこう、お流れで終わりですけど、すごい、すごい。これでこう入るのは、まあ、そう、綺麗っちゃ綺麗な入りはします。その演出、ステルが来ました。それで、それかどっちか時間あるんでやるかとか、その入り口だけ見てみるかと。綺麗な、綺麗ですよね。そうです。だから一応見せたいっていうのはあるんですけど、それでこれで組み立てていくか、はい、それともこれを一番最後の一番盛り上がるところで持っていくか。ちょっと。だから最初人を引きつけるんだったら開けといた方がいい。そうです、確かに。だからロケーションで撮れる。でもその演出は活かしたい。楽しみとどういう意味ですか。なんか僕たちもともと LED を使って、はい、なんか空間を演出しながらやっていくというのが最初の始まりで、はい、なんでその LED も灯すみたいで、それを使ってなんか見てくださってる人たちの目玉を灯すっていうのを言い始めて、あ、超絶でした。超絶だ。LED は開発されてるんですか。僕の会社がそういう会社、LED を使ってその舞台の演出を、あの ADH さんとか、おー、トヨタとか、結構そういうなんかサマレスってなんか光る、あれ、あれ、うちの会社のやつなんですけど、それを使う、映像と連動したんですよ。あ、そうです、そうです。結構その、もう1フレーム単位で整理できるので、そう、映像とドリンクしたりとか、映像ができるっていうやつなんですけど、その会社に勤めてまして、それをお借りして始めたっていう感じです。その装置を使いながら、僕がその、全部できるので、来たんですね。いつもそんな、僕映像やってるんですよ、一応その、光の映像作ったりとか。サフトエフェクトで、あの、イメージ使ってないですね。そうそう、今年はなんか、ちょっとそれに頼りすぎてたな、去年ってなって、そのなんか撮影の勉強とかもしないし、なんかそういうのをなんか LED を一回やめてやろうっていう話で、最近はそのカメラワークとかエフェクトとかでどうぐらい見せきれるかみたいなのをいろいろ話し合いながらやったりしてるんで、今回すごい勉強になっております。そのカメラワークとか、
呼吸してるか。審査制だったからね。